ということで、まあ、後半戦やっていきたいと思います。はい、はい、まず1位から。これちゃうか、これ外したらもうね、禁止はもう加納さんに比べて票が固まってますもん。レンガさん1位に10票入ってます。もう誰しもが思っている。ちょっと待って、これなってんのかな。え、これなってんのかな。いや、違うから。もう外したら1位は追加票で入ります。あいつ1位当てたから。ちょっと待って、言ってなかった。追加票で1位を外したらプラス3点よね、もうこれ。じゃあいきます。私第1位、はい、これ全員とどの後輩とも仲良くする。全員と誰とでも仲良くする。はい、こちらは第3位でございます。あーよかった、でも入ってた、入ってはいると。はい、入ってます。はい、第3位。いやー、でも1位ではないんや。じゃあ、はい、これ、はい、はい、第1位、どんな話題でも話をずっとつなげられる。どんな話題でも話をずっとしている。はい、こちら第5位です。あー第5位。ゆうゆう、常にカメラが回っているかのような喋り。おー、それ嬉しい。あ、それめっちゃ嬉しい。まるちゃんはこれ1位ですね。はい、おー、関沢の面会でお会いした時にコミュ力の高さに驚きは隠せませんでした。だからもう俺とは大違いだね。一人一人僕らが見てたわけですよね、その時。はい、その他全員を一人で入っとってずーっと喋る。別の部屋で一回瀬戸してさ、喋られへんから、なんか俺みたいなのが回してあげた方がいいかなと思って。新刊だからそういうことなの、あいつの新刊隊長がね、はいはいはい、で、あとピロちゃん、はいはいはい、ずっと喋ってる、かっこいい意味で。あ、やっぱり。ちょっとね、もう1位はほんまにめっちゃいい。でも俺らってこういうとこに助けられてもいると思う。まあまあそうですね、僕らからしたらそうなんですよ。本人からしたら無償の愛。いや、そうなん、これ無償の愛。アガペーなとこに来た。ちょっと待って、マジで分からん分からん。分かった、これか。はい、分かった、多分これだ。第1位努力。はい、第1位努力。はい、正解です。よしよし、やっと出てきた。ここまで20分かかりました。ごめんなさい。というのがまあ彼らの語彙。はいはい、ごめんなさい、ごめんなさい。やっと出てきた。出ましたね。でもな、意外なんでだ、意外に出てこんかったな。なんでか分からんけど、ほんまに。あ、分かった、これかな。じゃあ行きます。はい、2位。はい、笑い声が大きい。こちらの第2位、ピタリ賞。おー、来た。あ、来た、これか。電眼さんの笑いには不思議な力があると思います。誰言ってんのそれ。オッティ。マジか、いい、すごいな、いい子やな、すごいな、いい子やな、めちゃくちゃいいこと言ってくれる。これちょっと4位かどうかわからんけど、これちょっと言っててほしいな、誰か。4位。はい、今でも模試で高得点が取れる記憶力。うん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 、なるほどね。こちらの商品は、はい、ピタリ賞です。よっしゃあ、あった、これか。よし、嬉しい、これを4位にしてくれたこと、めちゃくちゃ嬉しいです。私昨日の夜、うん、よろこくりんさんって来ましたから、LINEで。ここ以外だったらマジダバスリっすよ。いや、残るところはこれはあと6から10だから、トップ5当たったんちゃうかな、はい、トップ5当たりましたね。トップ5当たった、当たった、当たった。努力に入りそうやけどね。6位。はい、6位、始めたら最後まで絶対やめない。はい、最後までやめずに頑張ること。はい、こちらはピタリ賞でーす。よっしゃ、6位。6位。おっ、これ奇跡。6位は奇跡、6位だけは奇跡。さらには忍耐力で、はい、後輩のだるがらみにも答え続けるほど、はい、それよく書いてくれてるよね、そんなこと。うん、そういうな、嬉しい、それ。サレルから見たら、じゃあこれどう考えてもキムさん、レンガさんに今ダルガラミしてるみたいなことね。まあそういうことですね。はい、なるほど。え、キムさん、なんで僕のこと言ってくれなかったんですかね。あの、ちゃんと返す。ちゃんと、ちゃんと返す。ちゃんと返すみたいな。お前マジでさ、その時お前おらんかったみたいなって、ちゃんと言う。そんなこと、僕も含めて誰もが知ってて、まだ頭が生きてんのに。お前だったら言うな、その一言。あれマジでめんどくさいよな。はい、で8位。はい、これチームを大切にしている。チームを大事にしている。はい、第10位です。あー、10位。あ、でも10位当てた、これでかい。ムードメーカーでありながら全体の調整も器用にこなす電眼さんは、言うなれば僕にとっての最高の上司です。嬉しい、めっちゃ嬉しいわ。いつも気持ちよくサークルで活動できているのは、ひとえに電眼さんのおかげだと思います。やばいね、このコメント。素晴らしいですよ。19歳それ書いてる。19歳です。いや、顔、まあ、あの顔が19歳じゃない。あれ人生2周目の顔してるけど。なるほど。じゃあ俺これ、はい、もうなんかちょっとずつ出てきた。はい、これ9位、責任感がある。ちょっと言い換えたいね。確かに
これほぼほぼまあまあこれでも入ってそうな気したんやけどな。でも自分で書いてこれ違った時のダメージでかいこと書こうとしてないの今。いやその先にしかでも答えないんで、うん、俺とかね俺リーダーシップあるとか言うからね、はいはい、県外7位、はい、真面目系の話の際には信頼されている。そちらの回答は9位です。あー9位かくそ。はい、やっと出てきました。信頼がある。あ、なるほど。2位の、いや8位は出づらいや。確かにこれは多分お前らだからこそ出したと思うよね。共演してるからっていうところありますね、うん、確かに確かに。最近で言うとこれ多すぎかな。あー確かにそうですわ。はい、じゃあこれ8位、はい、はい、全ての事象に、ま、学問を交えてエンタメにする。あっ、切り勝ったぞー。全ての事象では合ってると思ったんだけどな。なんと、そちらは13位です。なるほど。真面目な知識を使って最高にふざけることができる技術は天下一品です。ネタ帳を片手に勉強をさせてもらってます。え、誰誰長文でおなじみのルート。8位ですね、はい。こちらでよろしくお願いします。全ての事象を笑いに変えられないか模索している。正解。よしよし、そこですよ。わあ、これか。それよし、それですよ。それこれです、はい、ということで7位を回答する権利を得ました。はい、はい、これは嬉しい。やったらね、もう危ない。7位を回答する権利を得た。これ一発出したら同点、同点引き分け。やっぱ花尾さんが隣にいるからっていうのもある。あ、まあそこもそうですね。あのより輝くのがいい。はい、これで7位。7位、こちら、司会的な役回りを積極的にやって大人の人たちとコミュニケーションが取れる。これです。正解。よっしゃー。よし、よう出た。よし、よう出たってことで、なんと同点。同点です。ということで、キムさん、じゃあどうやって決めます。佐藤ですですということで、念願さんのこの15位、これを念願さんがノーヒントで当てられたら念願さんの勝ち、外したら念願さんの負け。正直これちょっとマルちゃん多分結構正気で書いてない説あるんです。いや、ほんまにマルちゃんということで15位、体が丸くてトトロみたいで可愛い。こんなんこういう系じゃないかな今回、はい、まあ、花尾のいいところ選手権、念願のいいところ選手権やってまいりましたけども、はい、その罰ゲームを受けるのは公園でいいんじゃん。トモヤみたいで可愛い。そりゃそうやろ。そりゃそうやろ。ごめんなさい、当たらんってこんなお前。答えは言いますと、はい、髪の毛の量。髪の毛の量だけとだけ書いてあります。あいつしばくぞ。いや、マルちゃんやりよったな。はい、ということでなかなかやってまいりましたけども、キム編、スン編あるかもしれない。ぜひ皆さん期待してください。ということで本日の動画以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。俺の罰ゲームだ。だこれが7時に上がったら9時ぐらいに投稿しますわ、はい、自分のいいところ報告みたいな、はい、ありがとう、はい